平野翔のラ空港衝撃。高級ブランドのマスターピース、実は驚きの価格ナイキだけじゃない。平野翔が選んだファッションの秘密とは平野翔人気のある若手俳優として、常に注目を集めています。最近、彼がラ空港に現れた際のエピソードは、 ファンやメディアの間で大きな話題となりました。彼のファッションセンスは常に輝いており、その日も例外ではありませんでした。ラ空港でコーチェラの音楽フェスティバルに向かう平野ショーに出会った。彼の姿はまるで歩くファッションショーのようだった。ナイキのシャツに身を包み、それが彼をいかに魅力的にしているか。 ファンが彼を遠くからでも見つけ出せるほどだ。しかし、その衣装の裏にはもっと深い意味があるのかもしれない。彼はいつもルイ・ヴィトンのブランドアンバサダーとしての役割を全うしている。シンプルな服装でも彼の身につける高価なアクセサリーが彼を特別な存在に変えてしまう。彼のスタイルは単なるファッション以上のものだ。 それは彼が着ることで、ブランドのメッセージや意味を体現するということだ。彼が身につけていたのは、手頃な価格でありながら高い品質とスタイルを誇るナイキのアイテムでした。ナイキのブラウンソロスーッシュスウェットシャツは、135ドルという手頃な価格でありながら、高品質の素材と洗練されたデザインが特徴だ。 その中でも特に目を引くのはバロックブラウンとホワイトの組み合わせが美しいブラウンソロスーッシュスウェットシャツでした。このスウェットシャツはクルーネックやリブ編みのディテール、そして胸に施されたスーッシュの刺繍が特徴的です。ナイキのシンボルであるスーッシュは彼の衣装に独特の個性を与えました。そして彼の下半身には 同じくナイキのブランドからデザインされたソロスーッシュメンズフリースパンツを履いていました。これらのパンツは高品質のフリーススイッチで作られており快適さとスポーティーさを兼ね備えています。ブラウンのカラーはモダンで洗練された印象を与え様々なスタイルに合わせやすいです。そして 同じブランドの同じ色のナイキソロスーッシュメンズフリースパンツは140ドルという価格にもかかわらずその価値をはるかに超えるものを提供しているフリーススイッチは快適さと機能性を兼ね備えアクティブなライフスタイルに完璧に適合するさらにシンプルなデザインにはモダンなスタイルとユーザビリティが融合している その他にも彼のコーディネートにはルイ・ヴィトンのアクセサリーが欠かせません。彼が愛用するルイ・ヴィトンのサングラスや高級レザー製の赤いバッグは彼のスタイルにさらなる華やかさを添えています。特に12000ドルもの高価な価格のバッグは彼のセンスとステータスを象徴しています。そして彼の愛用するルイ・ヴィトンのメガネは 彼のスタイルに独自のエッジを与えている。赤いバッグの登場により、彼のスタイルはさらに引き立っている。このバッグは、その高価な価格にもかかわらず、その贅沢なデザインと素材から、真の価値を放っている。最後に、ナイキの靴の価格は1000ドルです。そうですね、彼は最近ナイキにハマっています。 ナイキキス X エアフォース1ロー一重引用フトーキュ一重引用フシューズ CZ 7926100ナイキキス X エアフォース1ロー一重引用フトーキュ一重引用フシューズは伝説的なエアフォース1シューズラインの特別版でナイキとロニーのブランドキスファッションのコラボレーションでデザインされました。フィグ このシューズは2020年7月に発売され、すぐに最も人気のあるシューズの一つとなりました。日本の東京の文化と建築からインスピレーションを得たデザインです。主に白と赤の配色です。他を日本の伝統的な色を表しています。ナイキキス×エアフォースロー一郎一重引用布東急一重引用布シューズの画像。 このエピソードから考えると、平野翔は単なる俳優ではなく、ファッションアイコンとしても一目置かれる存在であることがわかります。彼のスタイルは常に注目を集め、ファンやメディアを魅了し続けています。しかし、このような有名人のファッションセンスについて考えると、その背後にはどのような意図やメッセージがあるのでしょうか 彼らの衣装やアクセサリーには、彼ら自身の個性や信念が反映されているのかもしれません。また、彼らが選ぶブランドやデザインには、社会や文化に対する彼ら自身の見解や関心が現れているかもしれません。平野翔のファッションについて考えると、彼のセンスや選択に対する新たな視点や理解が得られるかもしれません。 彼の衣装やアクセサリーが彼の人生やキャリアにどのような意味を持っているのかさらに深く掘り下げてみる価値があります。それが有名人のファッションに対する私たちの好奇心を満たす一助になるでしょう。これからも平野翔のファッションセンスやその背後にあるストーリーに注目していくことで、 私たちは彼の人間性や美学についてさらに理解を深めることができるでしょう。彼が今後どのようなファッションステートメントをするか、ますます興味深いですね。平野翔のファッションは、単なる服装以上のものを伝えている。それは彼の個性やスタイルだけでなく、彼が背負っているブランドのストーリーを語っている。 彼の衣装の背後に隠された物語は、彼のファンにとってもっと興味深いものかもしれない。彼が着るものが彼自身やそのブランドについてどのような物語を語っているのか、その真実を知るためには、彼のファッションの裏側を探ってみる必要があるだろう。そして、私たちは平野翔のファッションに関する新たな興味深い話を待ち望んでいる。 彼の次のスタイルがどのような物語を語るのか、私たちはそれを見守っている。その次の一歩が、どのような冒険をもたらすのか、それは彼のファンにとっても、ファッション愛好家にとっても興味深いことだろう。この話題について、あなたはどのような考えを持っていますか有名人のファッションセンスにはどのような意味があると思いますか あなた自身のファッションスタイルに影響を与えるものは何ですかぜひ、シェアしてください。